キンプリ6人の聖地ハワイで待つ、トベ、の新たな舞台、そして男性アイドル界の地殻変動。ハワイの地で繰り広げられるトベの新たな展開11月25日、滝沢秀明、氏率いるエンターテインメント会社、トベ、が何か重大な発表を控えている。舞台はハワイ、そしてその舞台には、かつてキンプリとして知られたグループのメンバーたちが集結している。 その中には平野紫耀、岸優太、神宮寺優太ら、そして新たな舞台に立つ、ナンバー・ I のメンバーたちも含まれている。ファンの期待が高まる中、ハワイでの滞在や謎めいた発表の舞台裏に迫る。ハワイでの飛べメンバーの目撃情報を飛べタレントたちがハワイに滞在していることは、ファンの間で口コミや SNS を通じて広く知られている。 滝沢市、平野市要、神宮寺勇太、岸雄太、そしてイムプエのメンバーらが一堂に会し、ハワイで何かを企んでいるのではないかとの噂が広がっている。特に、ハワイはキンプリの歴史において重要な場所であり、ジャニー北川氏によってキンプリのメンバーが何度も訪れていたことも明らかにされている。 ナンバーアイのハワイ滞在とファンの期待ハワイでの飛べメンバーの中には、かつてのキンプリメンバーである平野紫耀、神宮寺勇太、岸ゆ太らもいる。特に神宮寺は、岩橋玄樹との信仰が深く、過去にハワイでの楽しい思い出を語っていた。これがファンにとっては感慨深い瞬間となっており、ハワイでの滞在が何かしらの特別な意味を持っている可能性が高い。 飛べの重大発表の舞台、ハワイからの生配信飛べの重大発表は11月25日に予定されている。その舞台はハワイからの生配信とされており、ファンはこの日を待ち望んでいる。ハワイがキンプリのメンバーたちにとって特別な場所であり、かつての思い出の地であることから何か大きな発表が待ち受けていることは明らかだ。 ハワイでの飛べメンバーのファンとの交流ハワイでの飛べメンバーたちの姿はファンたちにとって特別な瞬間となっている。イムプエのメンバーとタッキー、滝沢氏を昼間に見かけ握手や会話を楽しむファンのエピソードが SNS へで拡散されている。これがただの旅行ではなく何か特別なイベントに向けての準備なのか期待と興奮が高まるばかりだ。 トベの活況と対照的なジャニーズ事務所の動向トベの周辺では新たな展開が待ち受けている一方で、旧ジャニーズ事務所からは批評が飛び込んでいる。ジャニー北川氏の加害騒動の影響で NHK 紅白歌合戦への出演がなくなり、さらには年越しカウントダウンコンサート、カウコンも中止となった。 これにより、ジャニーズファンは年末の楽しみが失われ、寂しい気持ちになっている。男性アイドル界の地殻変動2023年は男性アイドル界において激動の年となっている。ジャニーズ事務所の消滅や他事務所とのコラボの解禁、そして飛べの爆発的な勢いと成長が顕著である。これまでとは異なる局面でのアイドルたちの活躍が期待されており、 地殻変動が進行中であると言える。飛べの新たな舞台が待ち受けるハワイでの出来事ハワイで飛べメンバーたちが繰り広げている出来事は単なる旅行以上のものであることが伺える。ファンの期待と興奮が高まる中、11月25日の飛べの重大発表がハワイでの新たな舞台に向けたものであることは確実である。 一方で、ジャニーズ事務所を離れたトベが今後どのような活動を展開するのか、ファンたちはますます注目している。ファン